見える会カメラマガ、こんにちは。一般社団法人会カ GP の村松大輔です。今回ですね、このサムネイルを見たらなんじゃこりゃとか思われる方もいらっしゃるかと思うんですけども、前日ですね、会カのアドバンストレーナーコースでですね、地球平和世界平和ということをやりまして、で、会カの伝えたい地球平和世界平和っていうのは、そもそもみんながこうゼロポイントフィールド側から生かされてますよと、ゼロポイントフィールド側に気づくと全体との命のつながり側を感じられたり、こう天才性を発揮するということで、人から奪うとか自分はダメだとかっていうことではなくて、そもそも皆さんがこう素晴らしい側ですよというところのね、ところからトレーナー同士で4人ずつでこうシェア会でお話をするんですけども、で、その中のテーマでですね、この世界の戦争とかニュースとかもう残虐なとか苦しいとかっていうことを見れば見るほど、なおのことかわいそうにってやると、かわいそうにで揺らしてしまって現象化をしてしまうので、なおのこと日常のありがたいなーっていうところに目を向けましょうというところのシェアをしたときに、このある方のですね、トレーナーさんのお父様がシベリア抑留でですね、昭和20年で終わった後、シベリアのですね、ところに連れてかれて、3年半、こう、収容所にいながら、こう、すごい大変な、ね、労働させられたというところでですね、そのところからの気づきのお話をですね、おっしゃってくださいました。本当に本当に本当にもう、会場中もですね、オンラインの方々も非常にこう、心を打ってですね、私ももう泣きそうな感じだったんですけども、そのところをですね、シェアにしていただいて、その後、そのトレーナーさんからお手紙をいただいて、で、そこをまずご紹介させていただきたいと。で、一般の方にも、ぜひこう、お知らせ、私が聞かせてもらっていいですか、お話しさせてもらっていいですかって言ったら、本当にこう、父のためにね、当時亡くなった方々のためにも、その方のためになるのだなと、のでご了承いただいたので、そちらは、シェアさせていただければと思います。では、画面の共有に入ります。ではですね、このトレーナーさんがの文章なんですけど、私は長野県阿智村の満蒙開拓平和記念館に父のことを調べたので、その資料を見ながら改めて お伝えさせていただきますと。で、父が、14歳の頃、昭和13年、昭和恐慌でひどい貧困の地域もあって、国家政策でですね、満蒙開拓団で、夢の国満州の開拓っていう宣伝をですね、市町村、学校を積極的に家庭を回り、参加を呼びかけたと。で、10人兄弟だった父はですね、貧しい家族を救うために夢の国での夢を膨らませていましたと。で、その地に行ってですね、農業とか道路とか鉄道路線の整備に従事していました。で、昭和20年よりソ連の侵攻、8月9日ですね、満州国がソ連と日本の関東軍との戦地になり、父も戦争に巻き込まれ、銃を持つようになったそうです。で、父は、父さんは戦争、戦いが怖くて怖くて敵に銃を向けることもできず、逃げることしかできない弱虫だったと。勇敢なものほど先にどんどん死んでいくと。そんな逃げていたことを恥じていました。でも、私が今、そのトレーナーさんがね、今存在しているのは、逃げて逃げて必死に生きた父のおかげです。敵とすら戦う、争うことができない父の優しさに感謝しています。で、父は終戦まで生き抜きましたが、武装解除後にソ連の捕虜になってシベリアのクラスノヤルスク収容所に、抑留されました。冬はマイナス40度から50度の極寒の地で、一人ござ1枚と毛布1枚しか与えられず、凍えながらの生活、体力のない人は朝起きると冷たくなっている過酷な日々と。で、冬の間、死体は腐らないため、一旦仮の穴に保管され、春になると、死体2、3体をですね、針金で縛り、日本人で穴を掘り、埋葬したそうですと。いつ自分が埋められる側になるのかと。生と死の境界線の中で、強制労働に耐えながら、精一杯今生きることしかできなかったそうですと。で、水は1日にですね、洗面器に1杯、入浴は月に1回、食事は黒パンと具のない味気ないぬるいスープ、飲みがひどくて、薬もない、全体が色のないですね、雪で白黒の世界、人として扱われない日々、で、日本のある東の方角を眺めながら、自然と涙が溢れると。で、帰りたい、家族に会いたいと、お母さんのご飯が食べたいと。そんな当たり前のことを願い、必死に辛い日々を3年半生き抜き帰国しました。
で、クラスノヤルスク収容所では約2000人、3000人の日本人が亡くなったそうです。終戦から3年半経過して帰国すると、ソ連帰りとしてスパイのような扱い、いわゆる赤と呼ばれ、白い目で見られる残酷な仕打ちを受けたが、抑留生活よりはよっぽどマシだったそうですと。で、私の父は、優しく愛情深く、いつも笑顔の人で、母を大事にして子供や花が好きな人でした。抑留生活は、子供の元気に遊ぶ声、いや、色とりどりの花が咲く色のある世界がなかったので、子供の通学路に立ち、行ってらっしゃいと、お帰りなさいと声をかけ、小さな庭の花壇にいつも綺麗な花を咲かせていました。そうやって戦争や抑留生活中に亡くなり、帰国できなかった仲間の願いも一緒に生きてきたのだと思いますと。印象的なシーンは、温かく具も味もあるお味噌汁やスープを飲みながら、あったかいな、美味しいな、ありがたいな、といつもしみじみ言いながらいただいていました。きっと味わいたくても叶わなかった仲間に、伝わるように深く味わい感謝していたと思います。湯気が立つホクホクの白いお米、食べたいものを食べられる、蛇口から水が出て自由に使える、安心して寝る場所があり、そこには柔らかいお布団がある、暖房がある、電気というすごいものがある、飲みのいない清潔な生活、服を選んで着られる、自分の行動を選択できる、自由に生きられる、職業を選択できる、勉強ができる、今では当たり前のことはすごい奇跡的なことだと言っていました。父は深い深い悲しみ、辛さ、絶望感、悔しさ、寂しさ、寒さ、空腹を体験したおかげで、大きな優しさと愛情を持つことができ、当たり前の日常のすべてに感謝し、日々幸せを感じて生きてきたと思います。幸せは探すものではなく、今感じるものだと思いました。ソ連のことも、日本の国家のことも、父の口から悪口を聞いたことはなく、許すことも愛だと学びました。先日のトレーナーコースのセミナーで、愛の波動の仕組みを聞いていて、父の愛の深さを実感しました。意識は永遠に続いているので、こうして皆さんが、私が皆さんに伝えることで、皆さんの中に会ったこともない父の意識が生き続けることができるのなら、とても嬉しいです。そして、父の意識の中には、交流中や、集団自決した多くの日本人の意識ともつながり、生き続けていることと思います。もし、皆さんの日常の中で、あったかいお味噌汁、スープを飲むとき、湯気が立つ白米を食べるとき、色とりどりのお花が咲いているのを見たとき、柔らかく温かいお布団に入ったとき、など、どうか今ある幸せを感じてください。シベリアで亡くなった人々はみんな、日本での普通と言われる暮らしを望んでいました。今の生活は本当にありがたいなぁ、幸せだなぁと、深く一緒に感じていただけたら、みんな喜ぶんじゃないかなと思います。そこに世界平和はあると思います。最後にもし機会がございましたら、長野県阿智村にある満蒙開拓平和記念館にお越しください。このような戦争を伝える記念館の運営は厳しいと聞きますので、日本中にあるこのような施設を少しでも支援できたらいいですね。最後までお読みいただきありがとうございました。皆様に私と父より愛を込めてありがとうございましたと。本当にこうね、本当に深い深い、シェアをしてくださいました。で、本当にこの抑留地のね、この戦争をひどいとか戦争をなくそうとか、まあ、本当に戦争はそれぞれの国々の正義があるので、そこを言い悪いとか、どっちかがいいとやると、どっちかが、こっちもいいっていうふうになってしまうので、そこをどうにかしたいっていう YouTube ではなくてですね、本当にこう、今、私たちの日常がどれだけこうありがたいかっていう感謝を響かせていくことによって、その感謝の周波数が過去にも未来にもこう響いていきます。で、その周波数がね、この、まあ、戦争で亡くなった方々にも本当に、我々のね、結果、今日本とか地球上が平和になってるんだなって、平和な響きを今あるこの電気がある、ご飯がいただけるっていうところをね、本当にしみじみと味わっていただければと思います。また、この後ですね、ちょっと長くなってしまったんですけども、当日のトレーナーコースの中でそのご本人がお話ししてくださった、様子をですね、シェアさせていただきます。本当にこう、涙が出そうな直前で、私も本当にこう泣けそうだったので、ぜひこちらの動画をですね、ご覧いただければと思います。ではこちらをどうぞ。私の父はですね、生きてれば100歳で、もう93で、
すいませんって。で、亡くなったんですけど、14歳の時に、マンモー開拓団ってご存知ですかね。で、行って、それで、途中でですね、戦争が終わる頃、多分知らなかったと思うんですよね。だから急にロシアの兵が攻めてきて、で、うちの父は、兵士で行ってるわけじゃないので、なんかでもわかんないうちに戦争を巻き込まれて、それで捕まって、何年くらい ?3 年半くらい、シベリアの抑留をされてたんですね。私の父が、そんなには私には話さなかったんですけど、でも晩年は結構話するようになって、ラーゲリーより、あ、よく見て、のあのシーンが本当に全て 起きてたなっていうのは感じました。で、隣に寝てる友人が朝起用してないとか、で、それをみんなで穴に捨てるみたいな、そんなことを、なのでずっとなんか、そういうのを背負って生きてたなってのを思ってます。で、さっき話してたのは、たまに出る、なんか、あったかいスープが本当に幸せっていうのを感じて、で、それでですね、帰国してからも、父はですね、その通りソ連の人たちのことを、なんか全然恨んでなかったですね。そう、なんでかなと思ったんですけど、そこは父からは聞かなかったんですけど、父の習慣的には、すごく深く感謝をする人で、あと、瞬間的になんかすぐ許す人だったんですよね。なので、それが、私もさっきの平和っていうのは、そういうところの積み重ねかなというのは思ってます。うちの父は母親がすごく料理好きで、なので、さっき言いましたけど、私も家に帰るといつも甘いような香りが家に漂っているのをすごく幸せで、で、父がですね、いつもお味噌汁とか、なんか本当に美味しいなーっていうのが、すいません。それが今でもすごく幸せです。ありがとうございます。いいですか?まあ、なかなかね、お話ししにくいと。お話いただいて。本当にね、過酷な状況で、人が死んじゃうような、まあ、死体を捨てに行くっていうようなね、過酷な状況で、ラーゲリを見た人は、あんなに太ってないと、もっとげっそり痩せて、あの俳優は太りすぎだっていう、もうげっそりだったっていうんですね。他の方から聞いたんですけど。で、本当にそういう状況だから、もう味噌汁がね、美味しいな。それだけで平和っていうね。だから、本当に日常に幸せだな、ありがたいな、ってこう。響かしていくことだけでいいんだな。そこをね、本当にこうありがたいな、っていうのを響かせていくってことを、まあ私たちの知ってる大切な同期のメンバーで、そういう人がいる。ご縁、私たちそのね、ご縁なので、その中でね、一緒に私たちがトレーナーとして何ができるのかっていうところをね、やっていきましょう。ありがとうございます。はい。
本当に本当にこの今ねある幸せをとことんこうあ美味しいなーってこうしみじみとして、あ美味しいなーって、美味しい、ありがたいなーって響きをね、日常生活の中で響かせていただくこと、その周波数がですね、全部、私たちも周りも全部素粒子レベルで見たらバーっていう揺れでしかないので、その揺れをですね、ありがたいなーってこう響きをね、響かせていくことで、地球がどん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 こうありがたいっていう感謝感謝感謝っていうね、響きになっていきますので、そこを地球上皆さんが大切にしていっていただければと思います。では今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。